いい結果にはつながったのかなと思うんですけど、まあ、実際試合出れてる時間も少なかったし、出てる時間でのプレーの評価と言ったら、まあ、もう全然だ、自分でも思うし、まあ、審議対全てにおいて物足りなさ、ゴルガイナさ、まあ、その分まだまだこの年でも伸びしろがあるとポジティブに捉えて、うん、また来年あればあると信じて、あの舞台で次は結果残したいと思います。本当頑張ってるし、こう 前化してる選手なんですけど、すごい成長してる、うん、技術とか、なんだろう、フィジカル面も全然僕とも変わらないし、だそのメンタル面、平常心、どの環境においても自分のプレーを出せるとか、そういうメンタル部分をもう一つ育てる、うん、結構油断したら抜かれるとかあるので、その練習のプレーをしっかりと海外とか大事な試合で出せるか出せないかっていうのがやっぱり差じゃないですかね。